皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は探査機ハヤブサ解説の続きをしていきます。ハイペースだな。ハヤブサ2のカプセル着陸まで2週間もないからね。もう2週間を切ってるのか、なんだかあっという間だな。というわけで早速始めるわ。こっちはあっという間に終われ。期待には応えられないわ。ハヤブサってね。ハヤブサ目ハヤブサかハヤブサ属に分類されている鳥類でね。世界に広く分布しているんだけど、高層ビルが建っている都会でも見ることができるわ。それはハヤブサの習性に関係してて、ハヤブサは崖周辺で飛んでる獲物を狙う習性もあって、高層ビルを崖に見立てていると考えられているわ。ハヤブサが獲物を狩るときは時速 300km 以上のスピードで急降下して獲物を蹴落として捕獲したりするから、その急降下をかわされると自分の命が危なくなるということもあって、小さい鳥よりも鳩くらいの大きさが獲物にしやすいみたいね。ちなみに時速 300km 以上で急降下する際は目を開けてられないから、ハヤブサには瞬膜っていう半透明の膜を閉じて保護したり、閉じたり開いたりして、あ、ハヤブサでハヤブサが出てくるってことはもうネタ切れなのか。在庫は潤沢に用意しているけど、そうじゃなくて、まだハヤブサはスズメやインコの仲間で、ハヤブサ目として独立した話とかまだしてないんだけど、またどこかでやればいいじゃないか。まあ確かに。さて、イオンエンジンの問題をクロス運転でなんとか乗り切ったハヤブサだけど、ここで川口プロジェクトマネージャーがハヤブサが予定よりも早く地球に帰還してしまうことに気づいて、その問題をどうやって解決するのか検討することになったわ。早すぎるとカプセルを到着先であるウーメラ砂漠に着陸させられないんだっけか。そうね、地球は自転と公転をしている関係で、期間が予定より早いとウーメラ砂漠にカプセルを着地させることができないから、ウーメラ砂漠に合わせてハヤブサの軌道を変えるしかないわ。どういう軌道にするんだ。一旦太陽側へ軌道を修正する必要があるんだけど、前回も言ったように太陽側へ向かう機体側面を太陽に向けることになって、耐熱保護をしていない側面から太陽からの熱が入り込んで加熱されてしまうし、イオンエンジンをクロス運転させることで1気分のエンジンで2気分のエネルギーを消費している関係で、機体内部からも発熱しているから、太陽側へ軌道を修正するために許される角度は3度以内だったわ。3度ってちょっとじゃん。しかもリアクションホイール2機スラスター全損の状態だから、3度という微妙な姿勢変更はとても難しいことよ。でもやらなきゃいけないんだろ。そうね、やらないといけないんだけど、うまいやり方は川口プロジェクトマネージャーが考えたわ。どうするんだ。大きく減速して太陽に引き込まれるようにするわ。どういうことだ。ハヤブサが進む軌道をやや太陽側に向けないといけないんだったら、向きを太陽側に向ける姿勢変更だと機体が加熱してしまうから、ハヤブサの速度を大きく落として太陽の重力に引っ張られるようにすれば、わざわざ太陽側へ舵を切らなくてもいいじゃんってことよ。でも減速するためにはエンジンの噴射方向を180度変えないといけないだろ。そうね。今のハヤブサは水平回転ができる Z 軸のリアクションホイールが生き残ってて、くるっと180度の姿勢変更をしてエンジンを噴射すれば逆噴射となって速度が落ちるから、太陽の重力の影響を受けて引っ張られるってことよ。そういうことか。それなら機体側面の3度以内とかっていう姿勢も気にしなくていいのか。そういうことね。川口プロジェクトマネージャーさすがだな。軌道の魔術師なんていう二つ名で紹介されたりするね。二つ名がつくと急に中に臭くなるのは何なんだろうな。新しい軌道計画も立って川口プロジェクトマネージャーは Z 軸のリアクションホイールを変速運用するよう指示するんだけど、メーカーはもう反対したわ。どうしたんだ。リアクションホイールって標準回転数が決まってて、ハヤブサの場合は毎分3800回転なんだけど、慎重な運用が求められるのと、Z 軸のリアクションホイールが他のものと同じくらいの累積稼働時間に達してるから、毎分3800回転から毎分1600回転に落として運用させる考えだったんだけど、メーカーはむしろ故障リスクが高まる恐れがあるとして猛反対したわ。まあ想定外の運用なら故障リスクもあるだろうな。ちなみにね、3つあるリアクションホイールのうち、なんで Z 軸のリアクションホイールだけ累積稼働時間が少ないかというと、1つ目のリアクションホイールが故障した際にリアクションホイールの代わりにスラスターを使うために
スラスターの短時間噴射試験をやって、Z 軸のリアクションホイールの稼働をなるべく抑えるようにするプログラムが開発されたわ。二つ目のリアクションホイールが故障した時にそのプログラムが実用化されたから。Z 軸のリアクションホイールだけ累積稼働時間が少ないのね。温存してたってことか。Z 軸のリアクションホイールが壊れた場合のプログラムも1年がかりで作って用意してたけど。まあ、なるべくなら使いたくないってところね。難しい運用がさらに難しくなりそうだな。そして心配していた Z 軸のリアクションホイールの故障もなく無事に減速して軌道を修正できた後、次は GCM2 という精密誘導に入るわ。地球まで900万キロか、距離だけ見たらまだまだ遠そうだな。でもここから運用チームにとって正念場になるわ。ハヤブサの場合は万年正念場だと思うけどな。2010年5月23日 GCM2 からは減速した分を取り戻して地球外縁部への精密誘導を実施するわ。だんだんと忙しくなりそうだな。忙しくなったのはカプセル担当チームでね。特に担当の山田先生は重要な役目を果たさなくちゃいけなくて、ハヤブサのカプセルが着陸するオーストラリアのウーメラ砂漠はオーストラリア政府の許可がないと着陸できないわ。まだ許可取ってないのかよ。交渉は済んでいるけどまだ許可が出てない状態で、許可が出る最後の条件はアイサスが提示した着陸計画を正確に行えると確認した時で、ハヤブサ管制室で立ち会っているオーストラリア政府関係者に説明して許可書類にサインしてもらわないと、ハヤブサはいつまで経ってもカプセルを放出できないわ。もう一周なんてことできないだろうしな。山田先生は政府関係者にデータを示しながら正確に誘導して着地できることを説明していった6月2日許可書類にサインをもらうことができて、翌日の6月3日に精密誘導の GCM3 を実施して今まで地球をかすめる地球外縁部を目標にしていた軌道をウーメラ砂漠に変更したわ。許可が出たから軌道変更ってことか。2010年6月9日さらに精密な誘導をする軌道修正 GCM4 が実施されて、6月13日の23時頃にウーメラ砂漠に設定した落下予測地点から半径 50km 圏内に落下する可能性が濃厚になったわ。カプセル放出まであと4日か。ちなみにハヤブサがウーメラ砂漠じゃなくてまだ地球外縁部を目標にしていた頃、打ち上げ前からの計画である他の小惑星に向かわせることが可能かどうか検討していて、ハヤブサがカプセルを放出した後地球へ引っ張られながらエンジンを孵化して加速しつつ進行方向を変えるというのが最後まで検討されたけど、スラスターの燃料がなくなっていてイオンエンジンだけじゃどうやっても地球重力圏を脱出できないから、カプセルを放出した後にハヤブサも一緒に大気圏に再突入することになったわ。できればもっと活躍してほしいところだけど、満身創痍の状態じゃさすがに厳しいか。そうね、スラスター燃料がなくなった時点で結構諦めムードだったみたいだけど、なんとか工夫して軌道などをいろいろ考えた結果無理ということが分かったわ。それにあんまり無理して途中で落下し始めたら地球のどこかに落ちてしまうかもしれないからね。それだけは絶対に避けないといけないわ。でも霊夢は落ちてきたハヤブサを追いかけて捕まえて引きとして持って帰るだろ。当たり前でしょ。 JAXA に連絡して鳥に来るまでの間めでながらずっとペロペロするわ。うわ、きったね。ハヤブサの気持ちも考えろよ。ハヤブサも私のことを好きだと思うし相思相愛よ。ストーカーみたいなこと言うなよ。一方、ハヤブサ運用チームにはある一つの不安があったわ。何の不安なんだ？アイサスでは今まで大気圏再突入に成功したことなくて、1995年に打ち上げられた再突入回収型実証機であるエクスプレスは途中で通信途絶になって失敗。2002年に打ち上げられた高速再突入実験機であるダッシュは分離できなくて失敗。そんなだからまたダメかもという不安があったわ。それに惑星間航行をした宇宙機からカプセルを再突入させた例も世界で2例しかなくて、水星から出る塵を集めてカプセルを地球に送り届けたスターダスト、太陽風に含まれる塵を集めてカプセルを地球に送り届けたジェネシスね。どっちもなさか。再突入用のカプセル関連の技術は NASA が一番進んでいるわ。予算とか人員とか多いだろうしな。進んでいる要因はアメリカの宇宙開発に対する考え方と設備よ。どういうことだ？アメリカの宇宙開発は軍の歴史で、今も軍事研究は NASA と共同でやることが多いわ。
その関係からミサイルなどの再突入体技術が進んでいるし、研究開発をする設備も一級品ばかりで、それが全米各地にあったりするわ。いかにもアメリカらしいな。だけど、アイサスは NASA とは事情が違うから、ある分でやるしかない。それに、NASA の再突入カプセルは重くて頑丈で大きなものだけど、アイサスのハヤブサは重量制限が厳しいから、頑丈で大きなカプセルは取り付けできない。そんな、ないない尽くしでしなくちゃいけなかったわ。ないない尽くしでの開発は、アイサスの歴史だな。再突入するカプセルって、大気圏再突入をするときに発生する熱から、サンプルを守る役割があるわ。摩擦熱だっけか。違うわ、よく勘違いされるけどね。違うのか。大気圏再突入で熱くなるのは空力加熱が原因よ。空力加熱ってなんだ。カプセルが大気圏に再突入すると、空気がカプセルに高速でぶつかって、その空気が圧縮されて高温になることで、地上では自転車などの空気入れも熱くなるし、ディーゼルエンジンやヒートポンプなどもこの空力加熱を利用しているわ。そうなんだな。まあ、摩擦熱が全くないかと言えばそうでもないけど、その影響はごくわずかでしかないわ。そんな熱の問題をクリアしないといけないし、重量制限で通信機やバッテリー、センサー類、演算装置、パラシュートなど込み込みで20キロ以内にしないといけないから、重く頑丈なカプセルにはできないわ。ここでも工夫が必要なのか。カプセルが大気圏再突入するときに、秒速およそ12キロ、表面温度はおよそ3000度以上にもなって、スペースシャトルの秒速およそ 7.4 キロ、表面温度およそ1500度を遥かに上回る熱が発生するわ。ちなみにね、スペースシャトルって一番温度が上がるところがあって、先っちょのノーズキャップ、主翼の前縁部、ノーズキャップと前脚格納部の間、外部燃料タンクとの前方取り付け部などでね、マイナス156度から1650度の範囲で耐えられる強化炭素複合材が使われていたわ。次に温度が上がるところは黒いタイルが使われてて。待て待て。何よ。スペースシャトルの解説をしてるのか。違うだろ。ああ、そうだった。そんなんじゃいつまで経っても終わらないぜ。ハヤブサのカプセルはそんな高温に耐えるために、表面は炭素繊維強化プラスチックでできてて、その裏面には白い断熱材を貼り付けて内部に圧が伝わるのを送らせているわ。伝えないんじゃなくて送らせるのか。そうね、表面の炭素繊維強化プラスチックは何枚も重ねて貼ってあって、高温に耐えながら浸潤している樹脂がガス化して出続けることで断熱材の役割をするわ。でも、それだけじゃまだ内部が高温になる可能性があるから、表面の裏側に断熱材を貼って、できる限り熱の伝わりを遅らせるってことね。大気圏再突入の間だけ耐えればいいからってことか。それでも解決に苦労したところがあって、何枚も重ねて貼り付けた炭素繊維強化プラスチックからガスが出るんだけど、温度が上がれば内部の方の炭素繊維強化プラスチックからもガスが出るから、その間が気泡のようにぷっくりと膨れて断熱材としての役割がほぼなくなってしまうこともあって、いろいろ試した結果、炭素繊維強化プラスチックに切り込みを入れて、それを格子状に貼ることでガスが抜けやすくしたわ。ガスが表面に出ないと断熱材にならないからな。あとはカプセル放出の時に一緒に解説するわ。ということは、今日はここまでよ。またか、一体いつまでこのシリーズが続くんだよ。ふふふ、いつまで続くんだろうね。次はいよいよ機関編だから期待してね。普段は期待には応えられないわって言うくせに。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。